シビウ県は、ルーマニアトランシルバニア地方の県。県とはシビウ。東部を、ブラショフ県、西部を、アルバ県、北部を、ムレシュ県、南部を、ブルチャ県、南東部を、アルジェシュ県に接する。2002年の調査では、県人口は42万1724人、人口密度は78平方キロメートルだった。進行、国内で5位の都市化が進んだ県である。 都市人口は、県人口の65.8%を占め、残りの34.2%が、村落に暮らす。伝統的に、県内で多数を占めてきたのは、トランシルバニアザクセン人であった。第二次世界大戦後に、ルーマニアでは、ドイツ人追放は行われなかったものの、戦時中ナーチスドイツに協力した疑いをかけられ、 ソビエト軍によりシベリアの強制収容所へ8万人以上が送られた。残ったドイツ系の人々は共産主義体制下のルーマニアで迫害され政治的な権利を奪われた。1989年のルーマニア革命後ドイツへ移住する人が増えて人口が減少した。県南部は山地に近く主にルーマニア人が暮らす。県北部はトランシルバニア高原で 公平にドイツ人とルーマニア人が暮らしていたがトランシルバニアサクソン人の村々は現在荒廃している。ロマ人人口は主に南部ルーマニアから共産主義時代に村落近くへ移ってきて増加傾向にある。シビウ県は面積が5432平方キロメートルである。南部は 標高2500メートル以上のファガラッシュ山脈、県面積の30%を占めるのは、ロトル山脈とチンドレル山脈で、南カルパチア山脈に属す。オルト川が、シビウ県内で南部へ向け山から流れる。このため、トランシルバニア地方とワラキア地方の行き来が容易である。北部は、トランシルバニア高原である。主要河川は、南部のチビン川支流のオルト川、 北部のトゥルナバ川である。シビウ県は国内で活発な経済活動が行われており、外国からの投資比率が高い。主要産業は以下の通りである。県最大の天然資源は県北部に特に多い天然ガスで国有数の産出地である。共産主義政権時代、コプシャミカには2つの科学工業複合施設があり、周囲の環境を汚染していた。 この地域は未だヨーロッパで最悪の汚染地域とみなされている。幸運なことに1989年以後、多くの工業施設が閉鎖され、汚染地域はゆっくりと回復している。県は二つの都市、九つの町、53の小自治体からなる。ありがとうございます。